韓国の元従軍慰安婦の女性ら20人が日本政府に損害賠償を求めた裁判で、ソウル中央地裁は原告の訴えを退ける判決を言い渡しました。裁判所は国際法上の主権免除の原則から韓国に裁判権はないと判断し、2015年の日韓両政府のいわゆる慰安婦合意が救済手段であることを否定できないと指摘しました。